これやめたらどうなるんですか。マンジャロっていうものがやっぱ食欲を、うん、まあ、ちょっと言い方語弊があるかもしれないですけど、うん、まあ、落としてるだけでやっぱやめた時には食欲が増えちゃうんですよね、うん、なのでやっぱリバウンドしちゃう可能性はあります、うん、ただダイエットするポイントとして筋肉量を維持しながらダイエットするのがやっぱ大切で、うん、筋肉量が増えると基礎代謝が上がるんですよね。なので同じ量を食べたとしても太りにくい、うんうん、やめた瞬間リバウンドは目に見えてるから、うんうん、痩せて運動できる体重になった瞬間やっぱ体鍛えた方がいいってことですよね。鍛えた方がいいと思います。でないと6ヶ月ぐらいでやめようと思ってるんですけど、うんうんうん、もう今2ヶ月目に入りましたけど、はい、2ヶ月終わりなんですけど、この間にちょっと鍛えとかないとやめた瞬間またボーンってなる、そうですね、可能性があるなと思って。今打たれてるのはマンジャロの5ミリですか。5ミリです。 2.5、 1ヶ月やって5ミリで今1ヶ月って感じです、うん、なるほど。落ちた体重が10キロ。めちゃくちゃ落ちましたね、うん、まあ、あと5キロ目標なんですけど、まあ、そうですよね。ただまあ5キロって言っても何を5キロ落とすかってのはやっぱ非常に大事で、例えば筋肉を5キロ落としてしまったら、うん、ダイエットの目的としてはあんまり違うのかなと思ってて、絶対落ちてるよね一緒にね、うん、まあ、そうですね。人間の体って脂肪も筋肉もどっちも落ちるので、うん、まあ、仕方ないんですけど筋肉をできる限り維持しながら脂肪だけを落とすっていうのが、まあ、医療ダイエットならできるっていうのが僕らの売りでもありますね。なるほど。次は筋肉をつける方法についてまた聞いていかないとダメですね。はい、筋、はい、なんかあと言いたいこと。そうですね、まあ、その最近世の中で、まあ、オンライン診療とかで薬がもう出してそのまま放置されるってすごい社会問題になってるんですよね、コロナ以降ね。そうですね、うん、あれやっぱり良くないね。いいと思ってたけど、ね、便利と思ってたけど、はい、ダメだわオンライン診療やっぱりね、その管理がなかなかできないというか、うん、まあ、その対面で話さないとわからないことももちろんありますし、うん、まあ、アフターフォローとかもやっぱりね、そのこまめにしていかないと、うん、まあ、健康被害やったりとかがあると思うので、やっぱ血液検査定期的にやらないと、うん、まあ、痛いですけど、うん、見たいですよね。そうですね、発毛治療もそうなんですけど、はい、やっぱり時々やらないと飲んでていろんな健康被害が出てることがあるんで、うん、知らず知らずにね、うん、はい、うん、ちょっとでもやっぱり異常を感じたら、はい、クリニックの門叩いてほしいなと思いますけどね、うん、オンライン診療を叩きたかった。オンライン診療はちょっと思うとこはありますね。僕も思う思うありますか、うん、同じ発毛治療やってるけどね、うんうん、一応うちもオンライン診療やってるんですけど、うん、まあ、結局医者と話したいっていうので来られるんで、うん、まあ、それはあれなんですけど、オンライン診療だけやってるクリニックっていうのがね、ちょっと結構経営母体が一部上場だったりとかして、うん、そうですね、ちょっと利益に走りすぎるんかなっていうのはありますね、はい、うん、やっぱお医者さんの顔がちゃんと分かって、うん、例えば上場企業じゃなくてもその個人のお医者さんでオンライン診療やるんやったら全然いいと思うんですけどね、うん、個人の、ね、お医者さんがね、自分のとこにあるカルテの人に対して責任を持って処方してて、うん、ちょっと来てくださいよっていう風なんだったら全然いいんですけど、うんうん、はい、毎回毎回違う先生、バイトの先生がくるくる回って、はいはい出しておきますね、やっぱり、はい、はい、出しておきますね、やっぱりみたいな感じは良くないよね、はい、それはもう本当に良、うん、くないです、まあ、医者からしたらいいバイトですけどね、はい、そうですね、もうマニュアル読んでるだけの ね、バイトですね、うん、あれこそコンピューターでもできるわ、はい、AI でもできるわ、AI ドクターでいいわ、もうね、ボットでいいわぐらいの感じ。お医者さんかどうか分かんないですもんね。分かんないです、相手が。あれはそろそろ法律でまた規制されてもいいと思いますけどね、うん、はい、うん、はい、なんかまたこういうの言うとね、ポジショントークしてるとかね、お前らどうせポジショントークやろって言われるんですけどね、ああそうさポジショントークさんって感じなんですけどでも実際そうやもんね、はい、うん、あとなんかないですか。あとはそうですね、せっかく来たから、なんか先生も筋肉治療をやってる。あ、そうですね、僕自身も関連してる新メディカルっていうところで筋肉増強外来してるんですけど、うん、やっぱね、確かにちゃんと太ってないよね、うん、もう筋肉やっぱついたんですよね、うん、やってる時って、まあ、すごく心が若返るんですよ。あ、そうなんだ、はい、筋トレやってる時、筋トレ、あ、もう打ってる時は、あ、打ってる時、うん、うん、まあ、中学3年生の夏前にちょっとテンション上がる感じが戻ってくるっていう夏休み前、ね、夏休み前にテンション上がる感じが戻ってくるんで、はいはいはい、結構僕はおすすめですけど、ね、野球部だった。あ、僕はサッカーやったんですけど、サッカー部の頃を思い出して、はい、うん、やっぱ打とうかな、うん、ぜひ
一緒に何やったっけ、アナボリックステロイド、アナボリックステロイド、はい、最近ちょっと話題なんですけどね、はい、アナボリックステロイド、いやあれ本当平本蓮さんのあれはめっちゃ宣伝になったんじゃないですか、はい、そうですね、まあ、認知はやっぱ拡大しましたね、あの体プシーって見たらね、はい、これは素晴らしいなと思いますもんね、すごいですね、うん、やっぱつきやすい部分であって、まあ、肩とかにやっぱつきやすいんですよね、うん、やってる人やってない人やっぱ結構分かりやすいですからね、うん、若返るんだね、若返りホルモンですよね、若返りホルモンです、男性ホルモンね、はい、うん、僕も更年期に片足突っ込んでるんで、ぜひ治療を受けてみたいと思います、ぜひ、はい、お願いします、はい、皆さんご視聴ありがとうございます。概要欄にインスタグラムやったりホームページ貼ってますので、症例写真などいろいろ貼ってますので、ぜひご覧ください。このチャンネルがいいねと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。